こんにちは、あやチャンネルのマミーです。こちら見てください。我が家ではね、お家で、耳掃除をするんですけれども、面白いものを、ダイソーでまた見つけてきました。これ、ペット用の綿棒なんですね。で、ちょっと中を見てみましょう。綿棒こんな感じなんですね。結構見て、すごくこうヘッドのところというか綿棒になってるところが、分厚いです。でいつもは普通のね、人間用の綿棒で耳の中を掃除してたんですけれども、これ結構使いやすいです。奥の方まで行くこともないしね。なのですごくこう使いやすいです。でうちは、アクアがね、結構耳が汚いんですね。なんでかわかんないんですけど。なので、毎日アクアはしっかり、耳掃除をしています。では今から、耳掃除してみたいと思います。はい。じゃあ今からね、アクアの耳の中にね、液体を入れますね。で入れたら、アクアに嫌いなのね。またどの犬でも嫌いだとは思うんだけどね。くちゅ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 と。マッサージします。はい、反対も行きます。あ、これ反対もいい？ごめんね、反対も行くよ。はい、ぎゅーっと。はい、で、しっかりね、耳の中をキュッ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 と、マッサージして、耳の中洗浄します。そうするとね、アクアね、すぐね、耳ブルブルっと振るってね、中の液体を出すので、そしたらね、綿棒で、掃除しますね。はい、いつもね、アクアね、そこもうアクアのお風呂っていうかベッドっていう感じで、いつもね、ここの草のベッドでね、いるんですね。じゃあ今から、この、綿棒で、ね、中掃除したいと思います。はい、アクア。これね、ほんと奥の方にギューって入っていかないので、まあ思い切りっていうか、普通にギュッ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 ってこうやってもね、全然ね、大丈夫。そんな痛がったりもしないし、奥の方にもないし、よいしょ。こんな感じでね、結構茶色くなるんですね。じゃあもう片方も行きます。はい、よっ。アクア気持ちいい？この草の土の上だからね。まあね、もっともっと奥の方はね、お医者さんに行ってね、お医者さんに奥の方まではね、やってもらえばいいと思うので、とりあえずね、お家でやるときはね、この手前のね、耳のね、こんな感じですね。で、最後に、コットンでね、耳のね、こう、まあ指でね、届くところを、拭いてあげます。よいしょ、ね。アクアはね、うちに来た時から耳がこんな感じでね、ちょっとね、汚いんですね。でも全然かゆがったりもしないし、病院の先生には耳きれいですねとか言われるし、どっちなんだみたいな感じなんですけど、まあね、別に病院の先生が見ても何も言わないので、まあうちでね、掃除してるだけなんですけどね。はい、できました。あとは、はい、お耳きれいになったよ、ぼくちゃん。お利口さんにお耳きれいにしたよ。あやチャンネル、元保護犬たちとの、日々の様子をお送りしています。チャンネル登録またの方ぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.